動画を見るときは部屋を明るくして少しだけ離れてみてちょうだい。時の海王神の前回のあらすじ。さあ今日も気合い入れていくわよ。毎度おなじみ時の海王神よ。前回はナメック星でフリーザと対峙をした悟空くん。スーパーサイヤ人に覚醒してから圧倒的な強さでフリーザを追い詰めたわね。さて次はいよいよ人造人間編に突入するわよ。フリーザ編同様、パンちゃんは人造人間相手にどこまで通用するのかしら。それじゃあ本編行ってみるわよ。してたかしら。今日も私パンがスパーキングメテオでどんどんビシッバシッ使用していくわよ。それでね、今日からマイクを新しく新調したの。どうかしら、私の声もっとクリアに聞こえない？まあそれはさておいて、今日もドラゴンヒストリーやってこいよ。今日からは新しく私のパパが大活躍する人造人間編よ。じゃあ、ごくおじいちゃん、気合い入れていこう。さあ、では案内します。案内してくれるの？人造人間25号と19号。あ、私と一緒にいるトランクスじゃなくって、未来のトランクスね。それでは、モバイル人造人間編やってこいよ。衝撃の事実を聞かされてから3年、ついに人造人間たちが町に現れた。彼らを見つけた悟空は、これはそうね、あ、心臓病の進行、スーパーベジータっていうところのセリフじゃないかしら。そんな懐かしいわね。ま、私はいなかったんだけどね。パパ今日もゼットソード抜いてるわね。お前では私に勝てない。あ、おまんじゅうみたいな顔してる。あの人が人造人間19号ね。その強さ見せてもらおうかな。心臓病で苦しんでる時よね。え、これで私戦わなきゃいけないの？気をつけろ、あいつ何か狙ってる。どこにいるの？やだ、いきなりやられちゃってるじゃないの。すぐやだ。これはしょうがないのよね。ヤッハーじゃないわよ、それ私の。あ、何？ソン、気候派の類は撃つな。こいつら気を吸い取るらしいぞ。そうだった、そうだった。ってことは物理じゃなきゃダメってことだよ。吸い取る、ちょ、冗談じゃねえぜ。そうなのよ、パワーにするのよ。悟空のやつ様子が変だぞ。私の GT の世界でそんなに火を奪われていたのか。人造人間17号、スーパー17号。直接は一度も吸い取られていない。おじいちゃん大変だったのよ。ってことは痛い。何すればやった。悟空おじいちゃんがしんどそう。おい、あいつかなり辛そうだ。そんなに気を吸い取られちまったのか。気使った記憶がないんだけど、私物理しかやってないんだけど。そうだ、お父さん病気なんだよ、心臓の。心臓、やばい。未来から最初に言っていた、ウイルス性の心臓病。バカ言えよ、そいつはどこにどこに直してもらったんだろ。悟空は気を吸い取られちゃっただけだ。さっきから、痛い、本当に気を吸収してる。痛い、結構これしんどいってことになりそうじゃない？こんなおまんじゅうみたいなやつに私がなんで苦戦しなきゃいけないの？思考回路に問題があるようだな。ありがとうね。
ようになっちまったんだ。俺の体。無駄だ。ではエネルギーをいただくぞ。このままじゃ、国王じいちゃんが。さあ現れたわね。あの手を倒すのはこの俺の役だ。ジータさん頼むわよ。赤人形の出る幕じゃねえ。ギャリックフーって聞くんかい。知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。吸収するってさっき言ってたじゃない。あ、来たわね。はい、そうか。スーパーサイヤ人。穏やかな心を持っていないと慣れないんじゃなかったのか。いけ、あれ、ベジータさん、穏やかだった。もう一回。穏やかで純粋だった。正しい純粋な悪だがな。いいじゃない、いいじゃない。どんどん押してるわよ。こっちが繰り返したさ。ある時俺は自分の限界に気づいた。自分への怒りで突然目覚めた。スーパーサイヤ人な。たわごとはそれぐらいにしておくんだな。変化したところで私たち人造人間にかなうものではない。前はね、やはりそんな程度だろうな。言わなかったがな、スーパーサイヤ人になるとちょっと凶暴性が増すんだ。そうね、僕おじいちゃんも軽い興奮状態になるんだな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。じゃあよ、痛いけどそんなの不要よ。バカ者が、さっさと始末してしまえ。じゃあよ、くらえ。ビッグバン、またね、なんで決まんなかったの。恐怖を感じるのか、人形野郎でも。裏へ。こいつがスーパーベジータの。なるほどね、ムービー中で決めることだ。ちょびえてんじゃない。かっこいい。綺麗に決まったわね。やはりこんなものか。拍子抜けだぜ。そうなの。ふっ。私の戦闘力ぐらいだったら人造人間19号だって倒せたんじゃないかしら。あ、ここおじいちゃん心臓病で苦しんでるって言ってるから大丈夫かしら。このまま続けてやってくわよ。新しいバトルをゲットしましたよ。それでは行きます。そこじゃないの。ここなの。そうそう、精神と時の部屋で修行をしたベジータは第二形態のセルをも上回る実力だった。完全体になれば勝てるというセルの挑発にベジータのプライドが反応。そうなのよね。ベジータのプライドを読んでセルも18の吸収に手を貸す。サイヤ人の細胞も吸収してるって言ってるからわかるのかしらね。私の邪魔をする者は何であろうと叩き潰す。第二形態のセルはね、結構ジェントルマンなところがあって私好きなのよ。でも人造人間17号は俺が食い止めてみせる。吸収されてるのこれ。しかも、セルの方を操作するの。やだ、俺はもう停止寸前じゃないか。それにベジータも私が完全体になるのに協力してくれるそうだ。どかんのであればお前をスクラップにするまでか。このままではまずい。大丈夫かしら。
頑張ってください。私正直たんまりセル動かしたくないのよね。気をつけろ、あいつ何か狙ってる。18号さんを狙っているだろ。だけど、あ、避けられちゃった。痛い。動きは全て見切られている。このままでは。なんて卑怯なやつなんだ。今の太陽拳食らってないじゃないの。もっと近くでやらなきゃ。ところが難しいんだよね。痛い痛い。ちょっとちょっと、こっちは攻撃してる最中なのよ。ってごめんなさい、私味方なのに。完全体にはさせんぞ。ことが。でもこのムキンクス、もしか時間が経てば経つほど筋肉に重みでどうにかこうにかってなんか誰かが説明してたわね。何をのんびりしているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。あ、そうだった、そんなところもあったわね。せっかくのチャンスなんだ。親子の戦いだ。させんぞトラックス。こっちだ。ちょっとトランクスどこにいるのよ。後ろのフランキーよ。ここにあいたわね。しとめ。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。いけないのは私もわかってるんだけど。もし俺たちの力を奪ってしまったらどうするんですか。どうしようもできないのよ。情けない奴め。どう強くなるのか見たいとは思わんのか。いや、それはちょっと思わないけど。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。そうよね、未来からやってきたトランクス。俺は奴の完全体を阻止してみせる。言ってきたね。たとえ父さんを倒しても。俺を倒すだと？バカな。貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。痛い。トランクスのやつ。うまいとこ狙ってきたわね、トランクス。これで貴様もおしまいだ。ファイナルフラッシュ。どうかしら。当たってないじゃない。避けられちゃったわよ、ベジータさん。貴様が入ったもんだ。全体にさせてたまるか。痛い。なんとかしてくれよ。まだよ、まだ私負けないわよ。やれよ。強くなるためには出し方がないのよ。私がやられてるじゃない。突っ込み攻撃どうだったっけ。あ、こうね、同じ攻撃受けてんじゃない。トランクス、はーい、また避けて。くそ、はーい、まあいいんだから。あそこで何やってるのかしら。今以上つかめられてるんだけど。俺は父さんと同じ容赦はしない。父さんを倒し全員を止めてみせる。あ、決まったわよ。避けてるのに避けられない。緊急回避ができない。緊急回避してるのにできない。なんか足りなかったって。でもいい勝負だと思わない。原作っぽくってそんな感じでみんな見てくれたら嬉しいわ。って当たっちゃってるじゃないの。はーい、あのクソガキめが。決めるわよ。結構ギリギリだったわ。このまま続けなきゃダメなの。完全体とやらになるまで高みの見物と行くか。高みの見物ってことは体重ね。だったって。
18号さんを私が吸収しなきゃいけないわけ。それはそれで嫌だ。ごめんなさい。久しぶりだな。頼む。18号。くらわないよ。うまいところで必殺技をしてきたわね。うん。さて、いただくとす。もう吸収しちゃってるじゃないの。私の最高級料理は。あ、クリーンさんの弱め。意味ないじゃないの。クリリンさん何のために来たのよ。どうだ。当たってないわよ。悲しいけど、クリリンさん、ごめんなさい。万事休すか。必殺技放った前に KO にしちゃった。はっ、うん、私の想像以上のパワーアップだ。はっはっは。はっはっは。なんか棒読みか、すごいんだけど。はい、というわけでベジータの好奇心ってところでここで終わったわね。次は完全体感戦スペシャル編もなんか新しいのができてるわね。じゃあここもしっかりセーブしていくわよ。新しいバッジ、ついにセルが完全体になってしまった。この僕が絶対に倒してやる。はい、続きなんだけど、今日はとってもいいところだからここで終わりにさせてもらうわね。最後までみんな見てくれて本当にありがとう。次のスパーキングメデオも楽しみにしててね。じゃあ今日も楽しくお届けしました。パンよ。じゃあまたね。バイバーイ。最後まで見てくれたようね。感謝するわ。よければチャンネル登録をしていってもらいたいの。私は